皆さん、メリクリ。もう終わってるわよ。メリクリ。メリクリ押そうとするな。どうも皆さん明けましておめでとうございます。この切り替えの早さよ。寿司屋のサイドメニュー、杏仁豆腐です。今年もよろしくお願いします。ミスティアです。今回はまた随分と懐かしいゲームをしてるわね。そう、今日はモンハンダブルクロスをやっていくぞ。主にそれを背景に次回作、モンハンライズについて語りたいだけだ。要するに後ろでやってる映像はただの背景と。そういうことだ。実況者としてどうなんですかねー。とりあえずただ流すだけなのも問題だから、少しだけうちの可愛いお友達を紹介しようと思う。まず左のこの子はヒーラーさん。名前の通り回復をしてくれる優秀な子よ。それはいいんだけど見た目まがまがしすぎない？多少ギャップがある方が可愛いだろう。いやこれ多分人3人くらい呪い殺してるでしょ。まあそれもギャップもえかな。あんたのギャップの基準はどうなってるんだよ。そしてこの右の子は罠師だよ。名前のテンション感が天と地なんだが、この子も名前の通り罠を置いてくれる優秀な子だよ。こっちはヒーラーさんと違って可愛い見た目してるのね。この子は可愛いものが大好きだからね。名付け親を間違ったことだけが悔やまれるわね。おっとそれはどういうことだい。杏仁さんマジズバ抜けたネーミングセンスってこと。照れる。さてそして今回使っていく武器なんだけれども、ライズの主要部への紹介 PV 見た人にはわかるかな。これはバサルモスの笛ね。そう、今回は紹介映像にあった武器で次回作復刻のロアルドロスを芝居していこうと思います。ちょうどどう思うかの闘技場クエストがイベクエにあるし、これで行こう。それでは開始までカット。ラーラーラー。さあ出陣じゃ。なんかはなし、さっきと装備違くない？まあテイクを重ねた代償だね。久々のブレイブ笛でガバが出まくったんだな。とっさにイナシが出ないんだ。てなわけで今さらっと触れたけど、今回はブレイブスタイルで主要部へやっていくよ。ダブルクロスあんまり知らない人のために簡単に説明すると、納刀するときに一瞬自分が青くなるから、そこで攻撃をすれば左上の名前の上にあるゲージが溜まって、溜まりきると強くなるよ。溜まりきったらこのスタイル特有のアクションが増えるから、これを有効活用していくって感じだね。それよりなんかちょくちょく映像が乱れてるんだけど、編集し始めてから僕も気づいた。雑な部分が出まくってるな。まあとりあえず次回作について僕は語りたい。まずはテイストの世界観。これはかつてサードにもあったけど、それとはまた違った感じでいいね。キャラクターがめっちゃ喋るみたいだけど、ワールド同様ボイス付きっていうのも世界観に入りやすいから個人的には賛成かな。あ、笛吹くタイミングミスった。あとは次回作はハンターも狩猟しながら喋るみたいだけど、その機能は数回聞いたら従来の仕様にしようかと思うよ。仕様にしようっつってな、仕様だけに、痛い。まあモンハンも結構装備集めで周回必須なとこあるから、毎回喋られたら気が散りそうっていう理由なんだけども、これを従来通りにもできる仕様にしてくれたの本当にありがたい。ありがとうカプコンさん。あとは次回作の売りであるかけり虫だね。これに関してはかなり賛否ありそう。ダブルクロス好きな自分からすればとても大歓迎。でもダブルクロスの頃同様アクションが大きく変わると、それまでの作品のアクションが好きだった人が離れてしまうのが怖いところ。またアイスボーンがかなり盛り上がったから、次回作は挑戦的なコンセプトで楽しみと不安があるかな。ユーザー層はばらけそうだし、ワールドには一定数残りそうね。まあアクションは体験版で試してみるとして、あとは装備のスキルがワールド仕様なのかそれ以前の仕様なのかも気になるね。多分それはワールド仕様なんじゃないかな。スキルポイント割り振らなくてもいいからそっちの方が楽だし、その方がありがたい。あとはモンスターの総数とかどうなるんだろうね。アイスボーンになってから過去作のモンスターがかなり増えたとはいえ、最初に出たワールドはほとんど新モンスターだったもんね。新モンスターはそれはそれで好きなんだけど、過去作モンスター見ておおっていうのもいいよね。公式も次回作は過去作モンスターの復刻もあると公言していたはずだし、楽しみね。ただやっぱり〇〇 G みたいな G 級やマスターランクのようなもので追加されるモンスターのことも考えたら、モンスターの総数は少なくなりそう。調べたらクロスでの大型モンスターが71種類、その次回作ダブルクロスでの数が93種類らしい。22種類増えてるわね。まあ後々増えるっていう感じでも十分楽しむ予定だから歓迎よ。ウプ主的に復刻してほしいモンスターとかはいるの？好きなモンスターはラギアクルスだから、ラギアは復活してほしいな。あと曲好きだからナバルデウスとか。水中ステージ復活しない限りナバルはないだろうな。作品コンセプト的に山つかみ神王が、玉三つねあたりは来るのかな。あとはディノバルドアシュみたいに新規のアシュモンスターとか追加されるのかな。このあたり語り続けてたら終わりが見えないわね。よし次行こう。これが一番語りたかった。武器、僕の好きな狩猟笛について語りたい。ところで先に聞きたいんだけど、ウプ主はなんで笛を愛用しているの？やっぱりバフモリモリかけて頭殴るのが楽しいからだな。それだけ聞くとやべえやつだよ。そんで狩猟笛なんだけど、武器紹介動画をぜひ見てからここから先を見てほしい。今回ダブルクロスをやっている理由はあの動画の影響なのよ。なんとブレイブスタイル専用アクションだった強演奏が最新作で復活するっぽいの。強演奏とは？この背景代わりにしている動画でやってるんだけど、ブレイブ状態の納刀キャンセルで演奏攻撃をすると出る技だよ。放送やまた随分限定的な。武器紹介動画の最初の方に似たような動きしていたんだよね。しかもダブルクロスの使用よりもヒット数が増えている気がするから期待度高い。攻撃しつつ演奏できるのはありがたいわね。かけり虫で前進しながら演奏できるっぽいし、機動力も期待できるのは本当に助かる。あともう一つダブルクロスからの要素があって、笛で人気だった狩り技のアクションも追加されるみたい。
たい。その仮技とは？アニマート杯、回避しつつ演奏ができる。強演奏とは逆に安全性を考慮した演奏攻撃だね。つまり演奏攻撃だけでもかなりの成長を遂げていると。おそらく次回作には仮技みたいな概念はないはずだし、これを制限なく使えるとなるとかなり化けるんじゃないかな。確かにそう考えると希望が見えるわね。毎回使用率再開の武器だから次回作はぜひみんなも試してみてほしい。バフモリモリしながら頭ぶん殴る快感を体感してくれ。そのやべえやつみたいな言い方をやめなさい。そして狩猟笛の期待ポイントその2、強音攻撃続投おめでとう。強音攻撃とは？アイスボーンから追加された新アクションだね。地面に笛を立ててぐるぐる回す攻撃だよ。それだけ聞くとクッソ弱そう。そもそも狩猟笛の戦い方っていうのが A ボタン攻撃、X ボタン攻撃、A プラス X ボタン攻撃を組み合わせて武器ごとに決まった旋律を奏でながら戦うんだけれども、 A、X、A プラス X の他に別の音色が出てきたんだよ。それが強音攻撃だね。つまり音色が増えた分一武器でかけられるバフも増えたと。そういうことそういうこと。覚える旋律増えたとはいえ、使えばかなり強い効果が得られるのは大きいね。それに強音攻撃はヒット数と攻撃速度が速いから積極的に振ってダメージ稼ぐのにも使えるの。強音攻撃で頭をゴリゴリして気絶を取るっていうのも手なのね。そうそう、これが出るまでは笛の効果力な攻撃は立ち状態で A プラス X 攻撃の後方攻撃だったんだけど、強音攻撃のおかげで安定して効果力を出せるようになったよ。後方、つまり狩猟笛なんとなく難しいからと食わず嫌いしているそこの君、笛は年々使いやすくなってるから一緒にピーヒャラしようぜ。ただの勧誘だった。はい、狩猟笛期待ポイントその3、いつにも増してよく喋るな。さっき少しだけ触れたけど、やっぱり新アクションだね。ライズの目玉アクションとしてかけり虫を使用したアクションがあるんだけど、狩猟笛のアクションの一つはスライドビート。中距離から前進して詰めつつ演奏攻撃を行えるのかな。攻撃に隙が多い狩猟笛としてはすごく助かる。動画を見ただけでも結構なヒット数あったし、これは攻撃としても期待できそうね。そしてもう一つのアクションは真打ち。まあこれは読み方ちょっとわかんないんだけど、見たところゼロ距離で衝撃波を与える技みたいだね。既存のものだとダブルクロスの音撃心、アイスボーンだと強襲波に近いのかな。いずれにせよ頭を狙って気絶を取るのを目的に使う技みたいだね。気絶でダウン取るのは仮する際に有利だし、積極的に狙っていきたいところね。新アクションがどんな風に立ち回りに組み込まれるかも楽しみだ。っていうことで締め行こう。そんなわけで一人語りに付き合ってくれてありがとうございました。ウプ主が語っていることはあくまで個人的意見なので、他の意見あればもちろんいいと思います。皆さんも次回作でこれが楽しみっていう点があればぜひコメントで書いてね。今回は次回作が楽しみすぎて勢いで作った動画だけど、ライズが配信されたら動画シリーズにするのもありかな。そしたら今みたいに被弾ばっかりじゃなく、ちゃんと華麗に避けられるようにならないとね。精進します。それでは長々とありがとうございました。話は変わるのですが、2021年1月11日でこのチャンネルはなんと6周年みたいなのですが、最初の2年間以来投稿ペースがガタガタなので、今年は仕事の合間でも動画投稿頑張っていこうと思います。今年もこの一人でペラペラとうるさいウプ主をよろしくお願いいたします。これからも当チャンネルをよろしくね。よし、それじゃあ今回はここまでね。うちに帰ってお雑煮食べよう。あ、僕も食べたい。あんたの分はないから自分で作りなさい。現実は非常だ。というわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画までゆっくり待っていてね。もう6年か。現実を受け止めるのよ。